やばい、行きましょう。バービタッと、今日は緊張してるな。バーがビタッと止まったの。バービタッと止まるところをご覧いただきましょう。はい、行きますよ。はい、わー、本当に来た。あー、嬉しい。やったー。本気で嬉しい。あれ、あー、いいぞ。もう今日の見せ場だよ。今日の見せ場ね。最大の見せ場だよ。頼むよ。お、さあ、やっぱり犬だな。2回目なのに、あー嬉しい。とりあえず10連じゃない、10連目指して。そうですね、とりあえず10連。そしたら2000枚、ビッグ、全部ビッグだったら、うん、今投資4万だから2000枚出さないといけないから。そうそうね、気持ちよく。あ、終わった、終わった。さあまた1/8、8分の1の勝負。余裕でしょ、いけるよ、いけるいける。ちょ待ってくれ、本当に嫌だ。ちょ待ってよ、まあ1回は。いや、ここにレモン引いたらも大丈夫なんですよね。レモン引けば大丈夫。ふう、本当です。私落ちた気がするな。多分大丈夫だよ。本当ですか。なんか1回前のトラウマが本当に、なんか大丈夫かな。え、さっきので落ちなかった。落ちなかった、うん、じゃあでもこれで落ちたかもしれない。そっか、これで落ちたかもしれないんだ。もう落ちてないで、お願い。あ、当たった当たった。危ない危ない、危ない。本当に、あ、バーだ。あー、レギュラー、8ゲームで今回はバーです。3回目の当たりを引いて、次4回目頑張ります。これで落ちたかもしれない。あー、いる、まだいる。でもこれで落ちたかもしれない。もうやばいよ、まだ落ちてほしくない。これダメっぽいっすね、やばいな。あー、いる、まだいたけど、これでまた押すかもしれない。早く8分の1引けよって話だ。もうまだいるよ。まただまただもうそろそろ来るんじゃない。あれ、まただよ。あ、まだいる、まだいる、セーフ。ちょっと待って、整理しよう。まだいる。もう20ゲーム回してるけどね。めっちゃドキドキしますね、これ。危ない。セーフ。耐える。耐えるけどさ、耐える、耐えてるけど。耐える。いやいやいや、そろそろ当てないので、そんなこと言ったら落ちちゃうよ。やばい。まただよ。
ちばっかり。ここまで引けないのも落ちないのも珍しい、ね、そうですよね。ああ落ちたな、これきっと。もやばいな、やばいな。そう、3回で終わり。ボーナス、滑らない、全く。リプレイだ。わー、いたいたよ。ついにこのデメが来た。ちょ、ま、45ゲームムリと思いましたよね、みんなね。私も無理と思ってました。背筋ピーンと見て腰痛くなった今。嬉しい。45ゲームで耐えに耐えに耐えてついにビッグ、これだよ。いやいやいや、よかった。リノ面白いですねあー、よかったぜ。安心した。諦めた時に威嚇が出るっていう。そう、下手したら捨ててったかもしれないまあ、そっからまたもう一回8分の1を今回は早めに行けるように5ゲームぐらいで安心したいからね。そう、5ゲーム以内ぐらいには。おっおっ、早い。2ゲーム嬉しい。箱使っちゃおうかな。私今日箱使えないと思ったからすごい嬉しい。すべてはあのバートマトのおかげ。入るかよ。いや、きっちり50。50です。はい、タイムアップ。正解は、はい、そんなのいるか。むかつく、いるかです。むかつく。多分私その謎を謎多分一生解けないと思う。あ、割りかし簡単だよ。いやいやいや、ちょっとむずいよじゃあここでですね、謎謎タイム。はい、いきますね。いやー、答えられたなこれ。何、いきます。まあ、結構しています。あなたは4位の人を抜かしました。4位。え？え？マジこれ謎なぞ？いや、こういうのがいい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 、意地悪じゃないのがいい。さっきのあのみゆちゃんがさ、昼午前中に出してもらったやつあるじゃん、かくれんぼのやつ。あれとか超簡単だもん。やった。まさかの約1000枚出てるんです。まさかのですね。まさか。あ？あら。遅くなった。あった。1200。8枚。ということで最後のハーネスが結構頑張ってくれたんですけども、まあ、投資はちょっと今日は見なかったことにしましょうね。でも全部レシート合わせたら結構な枚数になったので、まあまあ、前半と後半に出された謎々がどう働くかちょっとそこら辺を楽しみに後半エンディングの方
ミニゲームかな、頑張りたいと思います。みゆちゃんがね相当出玉少なかったので、でもおそらくなぞなぞは得意っぽいので、この後はまた2人力を合わせて頑張ります。本日最高記録1162枚です。やってきました。ビッグを5にしたいと思います。1ゲームで、おっ、あー、リプレイか。ちょっと終わったくらいで、もう30ゲームだし。あー、ほんとだ、もう33ゲームだ。わー、調子乗るから。じゃあまたトマト狩り。あー、もうリプレイだもん。リプレイだ。あ、もうダメだ。これはもう、もうないか。再びトマト狩りの旅。きた、これ。しかも早めに来たね。163ゲーム90ゲームぐらいできましたよ。さあ、マジでどうしよう。私は決めてるんですよ。赤7の上にあるトマト、本当は倍行きたいんですよ。だけどここは強い気持ちで赤行きますか、うん、もう決めたから。いや、強い気持ちで行きますね。貫いた方がいいよ。行きますよ、うん、これか。やっぱりそうなのよ。分かったの。赤だと思ったの。気持ちいいな。163ゲームからトマト揃いましたので、ここからですね。レギュラー1回嘘でしょ。なんでこんな下手なの。じゃあ後半戦のなぞなぞ出そうかな。あ、待ってました。なぞなぞ第2問。はい。3メートルの鎖につながれたライオンがいます。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょう。6メートル。ファイナルアンサー。ちょ、待って。いや、だってこう鎖があって3メートルでこう行くから 3×3、 3×2 だ、6でしょ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーでいいの。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。6。残念。そう、正解は、あ、わかった。ちょっと待って、わかったちょっと、もう一回チャンス、まあ、とりあえず行っていいですか。いいよ。ライオンは草食べない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。やったー。やった。危ない、答え言われる前。よかった。危ない。危なかった。食べないですよね。危ない。この問題はかなりいいですね。投資37本かな。揃えちゃおうかな。ジャグラーの結果、259枚です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。やりきりましたよ。やりきったかな。いや、嘘。もう不安が残る第1回目。本当に私聞いてくれます。はい。前半当たりゼロ知ってる。あ、すごい爽やかにね言ってたもんね。すっごい、お昼の時もう冷や汗かいてたんですよ。あ、そうなの。本当後半ちょっと頑張ったんですけど、結局は舞さん頼みになっちゃったです、今回も。いやでも頑張ったじゃん。そうか、じゃあ言ってよ枚数。枚数が前半打ってたリノからちょっと出て、それが146枚、そしてジャグラーでビッグを引いて259枚足して405枚。すいません、本当。いや、頑張った。まあでもゼロじゃなくてよかったです。そうね。私はですね、もう投資はかなり悲惨なことになってるんですけれども、まあ、はい、そういうことじゃないからね。乗りちゃれば。私は枚数ですから。私もいっぱい持ってる。そう、こまごま流して、
絆で523枚流してすごい凱旋で189枚流して最後はハーデスが頑張ってくれて1162枚で合わせて1874枚で2人合わせて2279枚ということで、まあまあまあ出玉はちょっと確保できたじゃないですか。すごいマイさんのおかげです。ありがとうございます。個人的に投資見たらがっくりくる感じですけど、まあこれは違うね。もう枚数であとはミニゲームでどんだけ1個万枚に近づけるかなんで、今日枚数は頑張れなかったんですけど、うん、クイズは2問とも私正解できたんですよ。すごいな。ギリギリ謎々そう、謎謎が2問正解できた。2問目ちょっと怪しかったちょっと答えてからあ違うと思って言い直してギリギリグレーだけど OK にしてもらえた。ならいい。もう2問とも開かなかった。本当ですか。頭がガチガチに硬いのか全然何言ってるんですかみたいな感じの本当そういうリアクションしかしてないかも。何言ってるかが本当に理解できないぐらい。じゃあ2問中2分の0。そう。その後ね、なんか違う問題ちょっと試しにちょっと意地悪じゃないやつ出してってから、それをね、で何の迷いもなく答えれた。じゃあ1問正解。いや、それダメなんだって。ダメなんですね。もうね、4シーズンは不正なくやりましょう。じゃあそれアリですね。え？アリ、アリでいい。え？それアリですね。大人の事情で？じゃなくて、いいですね。そういう風な感じで始まっていいかなって聞いただけ。いや、やっぱりじゃあ、不正なしでいきます。でも、今回、舞さん頑張ってくれたおかげで2279枚2人で、結構いいですね。できれば方だと思う。3問正解の方が、まあ、ありがたいですよね。何があるか分かんないですよ、この後に。まあね、もうそれはね、不正解した人には言う権限はないので、決めてください。いいならで、ディレクターがね、もしもいいなら今回は目つぶってくれるっていうなら、ね、だから別にこっちはいいよこっちはいいけど、別にそれでいいのって逆に聞いてるそれで始まっていいのかな。いやいや、まあ保険は欲しいですよね。初回でちょっと稼いどきたいって気持ちありますもんね、正直言って。謎々のレベルがちょっとよく分からなくて。そうですね。じゃあ3問優しい、今日優しい。ありがとうございます。逆に怖いわ。何がで、今回新しくさ、はい、やっぱり数が少ないよ。おかしいですよね。2、4、6、8、10。どういうこと？なんだろう。でも永遠に100万枚無理のやつそれだって作り直してたね、わざわざ。色合い違うでしょ。青だ、オレンジ。青だったもんね。ちょっと秋っぽい思ったんですよね。秋っぽいなって確かに。おみじ秋から始まる。私にはもうトマトにしか見えないんですけど。秋っぽい。なるほどね。ちょっと秋っぽい装いで始めようみたいな、はい、すごい素敵。大阪バージョンで、これはまた今回も1枚選ぶって感じ。そう、少なくない。そう、倍率がね変わってるでしょ前回。いや、少なすぎる。真ん中が6なんですね。これでもいいよ。これかこれだな。そうですね。まあ、だろうなと思ってたよ。ごめんね、予想裏切らなくて。これしよう。うん、ロック。そう、ミニゲームのまだ内容の難易度が把握できない。そうですね。まずはこう。そうですね。初回だし、守りも含め。そうね。6でいいのかな。ちょっと具合を見たい。初回にふさわしい箱お箱。堀ちゃん。いいんですか。いいんですか。ゆうぱくん受け一発で、ゆうぱくんを救えたらクリア。もうこれ白鳥さん専用のクリアしたもようなもんです。これは私は剣士。でもあれだが、ちゃんとジャッジするの。いやいやいや、スレとかないから。一回も制したことない。いいですか。それではみゆちゃんがこれからゆうぱくんを救いたいと思います。お願いします。スッとね、すぐ意外と飛んじゃうかもしれないよ。ちょっと、ちょっと大丈夫だよ。ゆうぱくんのトレーナーみたいな。ちょっと待って、笑かさないで笑かさないでゆうぱくん、ちょっと待って、本当にちょっと静かに静かにして。これ白もあったんですけど黒にしたんですよ。白だったらマジでゆうぱくんだ。ちょっと待って、まいさん、こっちはこう来たら私こっち側の方がいい。
ちょ、マジって。今の反省ないでしょ。ない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 、これはもう誰も文句言わない。ねえ、言わない。うまい。飛んだ瞬間めっちゃびっくりしちゃったけど。私もちょっと。ちょ、マジって。やったということで、ミニゲーム成功しました、はい、イエイ。で、ここからなぞなぞに成功した数だけカードを引くってことで、3枚いけますね。これはみゆちゃん2問正解1問ってことだから2枚引こう。やった。で、1枚私が引く。いい数字が欲しいな。一番大きい数字になりますよ。大丈夫だよ、だって5個あるうちの3つはいい数字なの。あ、そうですね、うん、弱いんだよね。じゃあ私はこのゆうぱくんで。いいよ、もう一個決めちゃって。あ、そっか。これとこれ。じゃあ私これ。じゃあここ3枚ですね。はい、取りました。もうめくるよ。いくよ、せーの、じゃん。でもほら、5引いたじゃん。ほんとだ。10だよね。やったー。10上手。ってことで、ミニゲームで6倍、そしてこちらが10ってことで60倍か。おすごい。2279枚の60倍は13万ぐらい。やべ、意外と少ない。本当ですね。すげえ頑張ったけど意外と少ない。あー、そうか。え、これは3だよ。あ、そっか、3か。1、2、3、4、5か。だいたい漢字は分かった。6倍。なぞなぞかなり重要だわ。そうですね。ちょっとそこはそうですね、別に両方なしでいいやみたいなこと言っちゃったけど、完全に重要です。2枚だったらちょっと危なかったですね。危ないね。よかった、4枚次回は引けるように。ちょっと私は次回までになぞなぞに対応できるぐらい頭を柔軟にしてきます。じゃあ私は出玉出せます。毎回言ってるっていうの。毎回同じこと言ってます。でも今日はちゃんと何も文句言われる筋合いがないぐらい綺麗にゆうぱくん救えましたので、はい、救えてよかったです。あれは不正じゃないですね。よし、不正じゃないよ。あれはよかった。残り87万。あー、そっか、8。まだまだですね、やっぱり初回ですからね。残り5回で87万。いけるかな。頑張ります。とりあえず次回は今回でも枚数を取らなきゃいけないってことが分かりましたもんね。頑張ろう。頑張ります。頑張ろう。今日のことはまあ一回真摯に受け止めて、この出玉の少なさは、はい、次回に生かしましょう。はい、で、なぞなぞ頑張ろうね。得意そうだからね。まあそこだけは頑張ります。ということで、次回はこれ以上の枚数を稼げるように頑張りたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。みこけ、うん、あ、みこ何してんの。お、今都会で一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってっから、いっぺん読んでみ。いいよ、読んでみ、読んでみ。言うと思った。え、うん、持ってる。しかも私のが読み込んでんな、それはな。え、野原さんの漫画の知ってるか。知ってんの、知ってんの。さらにな、これもこれ衝撃、衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと鳥肌立ったわ。えろ、うん、え、しかも、うん、かわいいな、こいつ。かわいい。これジャンバリカントマすげえな。すっげえな。友達みんな知ってっかな。知ってっけ。教えたらうちら私ヒーローになれるだよ。ヒーロー、いいな。ヒーローなるって。かっけえな。ヒーローなるって。なるって、なるって。あ、しかもあ、ヒーロー。今度はあなたがヒーローだって書いてある。今度はあなたがヒーローか。ヒーローすげえな。ヒーローになって、かぶってる、かぶってる。これヒーローになって、ヒーローになってくっぺ。いくべ、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 いく